ははい、こんばんばさあ12月22日18時を回りました、はい、本日が今年で最後のオリジンハワー金曜日でございます。オリジ 本日のお相手はメリークリスマスイブイブイブすっとことっこいそばしょうとえ本日で最後になりますので、えー、皆さん今年1年2023年大変ありがとうございました来年もまたよろしくお願いいたしますすっとことっこいプーキーですお願いします,します来年も差し入れをいっぱいくださいというメッセージが込められたはい <laughs> そうですね長 <laughs> さんあの救援物資みたいな なんか生活にちょっとお困りの方みたいなお米とかいろんな缶詰とか置いてるのでこれ今日俺持ち帰って大丈夫だよね本当に一番ダメですねダメですかこればっかりは僕はもう何の一切もフォローも何もしないお笑いとかにも関心ない許しません僕がそんなボケはマジで許しませんもうガチギレしますはいしますダメですよじゃあの先に開けてね今日。

ああいや来たら半袖だけど <laughs> も今もでもそれだけどねいや寒いんだったらきれいよじゃんいやいやでも山下清さんも営業とか行った時にタンクトップだったと思うわけああいや山下清さん営業ないって絶対 <laughs> そんな地方回ってさ <laughs> おにぎり食う営業ないだろそんなあと,あとだからな小島よしおさんとかああねまあそのあきら100%さんとかも,もう極寒のところでその裸でちょっとやるみたいなあ,あ,あるじゃないだから僕もそれをちょっと あの<や>半袖短パンでちょっとあのあ過ごすっていうのはちょっと決めてますけど勝俣さんみたいな感じ勝俣さんみたいなそうですね、はい、<ー>っていうのを決めてるんでじゃあもうパーカー捨てろよもうあれもうパーカー着てたらプーキーじゃないみたいな感じになるでしょうちょっとなんか<や>タモリさんがサングラス取 <laughs> <そ>ってても 気づかないと思う駅前とかにタモリさんがサングラス外してても俺がパーカーを着てたらあプーキーじゃないなあの扱いのプーキーじゃないなってなっちゃうじゃんまずプーキー誰ってなるからまずプーキー誰ですかの時点でそこの認知度がないからパーーカの方が認知度あるからまあそりゃそうだろうそれはそうだろうユニクロのパーカーの方が認知度はあるだろうそりゃ。 ね、いやもうでも来なさいよもう寒いでしょだいぶ冷え込んできてさ雨も降ってるしさ今が1 4度十1 5ぐらいこの寒さありきのクリスマスだよねでもねクリスマスそ<う>俺大好きだからさクリスマスだって俺ずっと言ってますけど、うん、沖縄は12月27日まで暑い っていうちょっと格言があって僕の格言にするほどでもないけど大したことないか大ことないけどでも本当にそうで毎年十七1 2月の27超えたら寒くなるわけ当たるわけ一応でも今年は裏切られたああもうあちょっと早いな今年はんかそのゲームは自分の中であいや裏切られたなってなったんだそうそうマチャさんよりツきキャスコメントで「パーカー着てたらパーカーってなるの?」って あ、で、それに対してですかね、はい、はまっこさんから、それはいけない。いや、違う、違う、違う、それじゃないです。確かにね。時系列もおかしいコメントだし、うん、その順番的に。うんうん、それはいけないの、はまっこさんのツイキャスコメントは、お前のその。 ブッシュをいただきますみたいなクソみたいな発言ですよね。でマリアサンピンさんからもマチャさんの発言やばいって来てますね。いやブキさんの発言やばいってツイキャスコメントで来ております。まあ反省してくださいこれ。いや冗談ですごめんなさい本当に冗談でねはいはいごめんなさいすいとツイキャスコメントの方でいろいろ来ておりますありがとうございます。いやもうだからねやっぱこの石川ライブが来月の1月20日にあるじゃないですか。だからもう今で14度15度であけ こう寒いねってなってるから、まああっちに行くと零度ぐらい、まあもしかしたら雪降ってるって考えたら、ちょっとやばいね。向こうなんか昨日情報では聞いたんだけど氷氷氷点か氷が降ったみたいなああそっうん霰が降ったみたいな。おおめちゃくちゃやばいらしいよ。いやもう寒いだろうな。いや寒い。来年の一月十あ一月二十日に。 石川県でオリジンお笑いライブ出張ライブがあるんですけれどもね初めてそんな極寒なところに僕ら行きますからでしかもだからねそこに津波真一さんがご一緒するこの件に関してなんですけどさっき得た情報でもあるんですけど知ってらっしゃるかもしれないんですが RBCI ラジオ ちょっと他局なんですけども RBCI ラジオさんの木曜8時夜8時にやってるモンパチパチっていうあ失礼ねもうめっちゃ失礼あすいませんモクチです木パチですねモンパチはちょっとこクビなのこれこんな間違えただけであ通販審査に失礼木モクパチ失礼しましたモクパチ あなたに聞かせたくてっていうラジオ番組あ,ありますねあの水曜オリジナルの首里の輔さんがやってるねやってるラジオ津波新一さんとさん毎週まあ毎回収録ですね、うん、昨日のも今日8時にもやってた放送で、はいうん、えー、まあ以前僕らこの番組でプキがねちょっと津波新一さんに対して失礼な発言を、うん、おちょっといじ,いじってらっしゃまあまあまあお笑いですねはいうん。その放送 とその翌週にちょっと国場さんにバラされたっていうあのユニオンの国場さんっていう偉い方がいまして営業部の方かなでバラされ津波真一さんに「も言っときました」っていう放送あいつ言ったんかって言あの2週連続続けて津波真一さんも聞いてらっしゃる聞かれてたそそののの聞きましたよっていう話を昨日 「僕、はい、パチ」で <laughs> 津葉真一さんがおっしゃっておりましていやそうラジオで放送これぜひ皆さん聞いてほしいんですけど、うん、ちょっと他局ではあるんですけれどもね言ってたらしいです。簡単に言うと お、プーキー覚えとけよ。そのその放送聞いてない人もいるからその日の放送のタイトルはプーキー覚えときです。そんな1時間にかけてやってんよ。いやまあまあ一応まあそのズハチンさんもやっぱりもうねすごい方ですからもう懐を深くねいやプーキーっていうやつでね。聞きましたこれ実際。あいや僕はもう聞きました。聞きました。はい聞きました実際。ああよかったですそれはもういやでもそうなんですけどやっぱりもう。 あのもちろんねそのお笑いにしてくれて本当あつあしにさんありがとうございますみたいなところはあるんですけどなんかねあのだから蕎麦しも俺もだけどなんか三塁系だったわけ普通もうもうもう下よ底辺の底辺のもう下のただのクズ後輩僕らがね僕らに対してどっちのこと言ってんの今いや僕らつあしにさんのこと言ってんの今いやいやつあしにさんじゃない違う違うやばあいや違う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 もう

失礼だから優しそうな人だから本当に誰が聞いてるか分からんからいやいや俺冗談ですごめんなさいはい国場さんいやいやもちんね冗談です今までの中僕らが底辺ねよねはいそうそうでだから津波一さんにこのもういやそれは付けんだったんですよそれはあなたの芝生さんっつってあプーキーさんみたいなえ僕らに対して僕らに対してですよだからそれにでちょっとはあって僕ら側から津波一さん言うのは当たり前ですけどもちろん僕らに対して そう、え、なやったっけ相方のそばしょうさんだっけみたいなとか、ああ、プーキーさんね、よろしくお願いしますみたいな、あの感じが怖さを引き立ててたよねっていう、これ、どうしよう、もう本当にちょっと距離を、距離がある分、やばいな、もしかしたら、まだね、まだね、放送がある、そうそう、知る前までは、プーキーそばしょうで言ってくれる可能性がある。でも今回の ね、放送耳に入ったことによってプキーさんそばそばさん<の>になったかもしれない一回ねあの津波真一さんとご一緒させてもらった時があって、うん、あの笑顔甲子園だったかなお笑い高校総体か、はい、まあなんかその高校生たちがなんかそのやると、うん、そのお笑いやるっていう時に審査員で津波真一さんがいらっしゃって、はい、でその時に俺もあのそのなんかレポーターみたいなすっとこどっこでやってて、はい、でその時に挨拶して。うん 初共演の時ね。で、あ、ありがとうございます。つって、あ、でお前こっちんの好きで見たぞみたいな話をして、あ、そうなんですかみたいな話をしてた時はもうプーキーね、まあねみたいな感じでそれかけられて、だからこの話終わった後にプーキーさんに変わってたから、あれちょっと振り出しに戻ったと思って。振り出しに戻ったってなんだべ。別にスタートしてんばよ。まあまあそうそっか。マイナスからのスタートなそんなそんなことない。いやでもだからもう本当、いやでもマジで僕聞きました。 けど、はい、ありがたいなありがたいですよね、津波進一さんありがたいこんなラジオで僕らのね、うん、名前出して話して聞いたよってくれてね言ってくれるくれ、ね、あまあ当日は本当に何されるかわかんないですけど、うん <laughs> まあまあ本当に石川ライブ石川ライブでプキとツアジンさんが一緒に行くときにプキが顔もうちょい大きくなって登場してくるかもしれないまあ一応ガーゼとテーピングは持っていこうと思ってるよううんんそこはちゃんと持っていこうと思ってるえひらひら折ってんなもうもうもう準備はしとこうっていうそうそうちょっとあったかいだろうしなテーピングぐるぐる巻いたらちょっとあったかいいやいやそんな状態そんなもういやもうツアジンさんもすごいありがたいです本当こんなって名前出してね言ってラジオで 喋っていただけもう10分ぐらい出してくれたんじゃないですかね。あ<ー><を>本当ですね。ありがとうございました津和さん。だからこの回もね、うん、ちょっとね、はい、あの聞いていただけたらね本当1月20日よろしくお願いしますっていうね本当にお願いします。 プーキーをね、うん、プーキーをどうぞよろしくお願いしますも。お願いします本当にね。もういやありがたいよ。改善してくださいプーキーを。でツイキャスコメントでいろいろ来ておりますよ、うん、マチャさんからプーキーさんと2人のロマン飛行って <laughs> 来てますね。あ<ー>あ。津端一さんとプーキーが。ああ<ー>。えー、ちょっとね1日遅れでみんなよりちょっと1日遅れで飛行機で。うん 出発するんでねまあでもだから米米クラブですけどそこでもめもめクラブにならないことを願いますよねまあまあこうやってうまくやってんのも今のうちですよまあ他の「たとえば」がね出ればいいですけどねこういうとこですよね悪い癖ってなんかどんどん畳みかけて出そう出そうする感じがいやいや悪いところにも出るんでしょうねんかねちょっと口滑らせてももういっちゃうみたいなもう自分が発信で何も何もふるいにかけずそうだな フィルターかけないとないいとだから今回のことに関しても津和一さんね、うん、もちろんもう懐が深くて、ねまあ、そのお笑いにしてもらったけど本当にマジで危なかった時やばいからね本当にそ,のそういうの駄目ですよみたいな人、うん、例えば八木正夫さんとか柳卓さんのことを何か言ったとして例えばね、うん いもうこ <laughs> いや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 やや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  なんか懐が深くて津波真一さんはって言ってますけどなんか許されてるみたいな感じで言ってるけど、うん、許されれてないかかもしれんからねいやもうだからもうそれは神の水を知るというかもう本当にあれよねだから1月20日以降のラジオでどうなるかっていう、うんうん、本当にあのその翌週のラジオに僕が出ない可能性もありますからね <laughs> あの金曜オリジナルを何かしらでもういなくなってる可能性もありますから。 で、もう触れずに淡々と一人で放送しててあれみたいなもう一人いなかったっけみたいな健全ではねっていうのもあるけどまあまあでもいのですけどまあでも本当にこういうのはあれだけど逆に津橋さんに知ってもらえてなんかこの「おい!」みたいな感じで言ってもらえる間柄になりたいのよもちろん僕だってうん。 仲良くはなりたい、仲良くなりたいよね。本当共演することってめったにないんだけど、めったにないけどね、ちょっと少しでも距離縮められたら本当よね、これを機にと言いますか、ら石川ライブも頑張ります、もちろん、お客さんも。距離縮めたいって言ってるのにまず初対面、謝罪から入るっていうね、初対面というか、最初の挨拶が、距離縮めたいやつの挨拶が謝罪から入るっていうスタートになりますけど。 まあ,まあ当日いやいやまあ飛行機で会うのかなお願いします新一さんよろしくお願いします皆さんもよろしくお願いします本当に遊びに来てくださいということでございますね、はい、えーツイキャスコメントで神奈川県在住の浜子さん国クって言ってたよね前回もね言ってました確かにそれをもうはっきり覚えてますまあそれもプロレスですからあ本当にねプロレスではなくな、ね、い。国バさんは もう返してないからねプロレスではないしでも黒馬さんはもうなんか <laughs> いじってくださいよみたいな感じだったからさ大丈夫だと思うよ。かぶりももしてたしね。<laughs> ユニポンのかわいらしいかぶり物する人は大概いじって大丈夫 <laughs> なんかその変形 <laughs> 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 なんだかぶ <あの S 1> り物する人いじってオッケーみたいな変形な <laughs> い <laughs> だろうそんないやいやもう本当に素晴らしいもうね明るい方でねいじってあげるよみたいなスタンスでいじってんのかお前 <laughs> いやいやいやそういうことではないけど青葉さんからコミュニティラジオから始まって全国の ラジコにまで乗るとはっていうあそうそうラジコで僕もラジコでさっきシゲさんから教えてもらって聞いてましたけどもいやしい限りですよや本当プッキーっていうかだから蕎麦賞もだけど俺たちの名前知ってくれてるっていうのだけですごいからね蕎麦慎一さんにホンうんねありがたいですたね えー、さんからもまあこれ以上マイナスにはならないからいいよと <laughs> 確かにそれはプラスな考えですね逆に一番下まで、うん、これ以上マイナスにならないからいいよっていうプラス思考でちょっと <laughs> いやまだありますよ俺が初対面でどつくかとか <laughs> もうそれはもう終わりよねえっ何をツアーシンスタに対してこのどついたりしたらもうそれが一番下じゃない、うん、まだ望みはあるじゃない一応ああもしねもしねもし,もし今はまだ大丈夫、うん、それだったらツハーシンさん断ってると思うよもう石川いかん いかんぞお前らもう絶対断るよなたなそうそう。オリジンコーポレーションああもう無理あオリジンコーポレーションダメです、えー、<や>チームスポットジャンブルと終わりですみたいなこともなりえるじゃん。 いやもうなりえるなりるから絶対やったらダメだだけどねでもそうだからまだ一番下ではないまだいけるまだいけるって言い方おかしいけどいやまだいけるじゃないけどその綱渡ったりしてるわけじゃないよいや今日チキンレースしてるわけじゃないしんいちさんも言ってたしシュリーズさんも言ってたよラジオでおい聞いてるかボケーって言ってたよそうそうホントねありがとうございましたホントにいや今日営業ありましたね そうですね、あのー、ああ先ほど名護から帰ってきたんですけどそうそう北部農林高校で芸術鑑賞会、うん、芸術鑑賞会と題し,ましてオリジンお笑いライブ出張ライブイン北部農林高校でありまして北部農林校までまあ行った名護ですよねそう高速でいったら巨田折ですよね巨大折<あ>でも救いだったのが巨田からちょっと近いっていうね、うん そう,すね、そうそう大気味とかだったらここから1時間また走らせるとかあるからね確かにいやほんと、うんうん、いや結構遠かったないや遠かったけどね運転手ですよそ<う>僕はい相場匠がねだからブーブーさんと一緒にあの3人でノーブレーキのブーブーさんと死に疲れましたわもういやもうそれはね重たい2人引き連れてそうそうちょっとウィリーしてたもんな <laughs> お前が軽すぎるから前の <laughs> 重たい2人引き連れて運転しますけれどもそうそうそうもうタイヤね空気圧チェックしてよ いやもう、今日だから実は出発してみんなしゅあの3人集合してからね、一回事務所で乗り合わせてから行きましたけど出発の前に俺、ガソリンスタンドで空気入れてきたから2人デブ乗せるからうちの基準基準値よりちょい高くてでパンパンにしてください。どうせ抜けるんでタ <laughs> イヤ、気圧パンパンにしてもう出発しますから、うん、事前準備して。だから絶対にこの 助手席乗,り乗り方としては運転手僕助手席に荷物を置いてまあシートとか子供のねシートわざと置いてたんですチャイルドシートわざと置いてたんですよあれ助手席にあそれはなんでもし助手席にまあプーキーが乗ったりしてでその助手席側の後ろに ブーブーさんが乗ったりした場合左タイヤ死ぬな思ったから <laughs> そんな重くないだろ <laughs> そんな重くないだろ計算したわけよ昨日絶対左タイヤ傾くなと思って <laughs> いやルパンの車じゃないんだからさタイヤ外れる可能性だってありうるからなドクタースランプみたいにあのカタリン走行で行くみたいなだ <laughs> からちょっと後ろ大きい二人でギュウギュウになるかもしれんけど後ろに乗せようと思って <laughs> わざと助手席側を埋めていや,、うん、いやまあ俺はいいよ俺はいいけどノーブレーキブーブーさんが <laughs> それ聞いたらやばいだろ 一応デブ乗せるなってなったのかいやいや申し訳ないけどこればっかりはもうちょっと車のこと考えさせてもらっていえじゃあお前あのチャイルドシート助手席じゃなかったんだ本当は後ろだったけどわざと変えたんだ助手席だけど後ろにしようと思ったけど前に後ろ狭くなから前に一人乗せようかなまあブーブーさんを乗せるなりねけどあんか違うなタイヤ死ぬな思ったからそのまま前にしてたあいやでも いやでもよかったっすよね。その北部農林高校の生徒さんも高校で要は学校でネタもやらせてもらって SDGs に関するまあ寸劇とかまあコントもありましてでもうその一人ねあのめちゃくちゃノリのいい女の子がいてああいやまれますよ前列に一番前列に座ってた方ですあなんかこの子ってあの学校で一番のなんか全校生徒が知ってるような一番明るい女の子なんだろうなみたいなねその でもありがたかったんだけどその子のおかげでねあったかくなったし、まあもうね、みんなねその北部農林高校のみんなもあったかくて、うん、その盛り上がったんですけど、うん、でその終わりました寸劇とか、うん、あどうもありがとうございましたって終わった後に、はい、なんか。 まあ他の写真撮影なんかそのすししんとつけさんとかそのすしがしんとつけさんとから寒いから下が回らんからし <laughs> んとつけさんとか鈴咲とかのなんか「写真撮ってください」って言ってそのね北部農林高校の生徒さんと撮ってたんで <はい S 1> でまあ俺たちは準備しながらじゃあ帰ろっかみたいになってたら、うんうんえ「じゃあ,あのプキプキ」っつって、うん「あのすっとこと写真撮りたいって」って声かけられたわけたで,で行ったら別にそば所別に写真撮ってないんですよ そうそうそう俺あいやまあ俺を一応撮ったよあ撮ったそうまあまあまあ撮ったっていうかまあパパパぐらいであそのだから女性グループそのめちゃくちゃ明るい女の子一人含め5名ぐらいいたじゃない周りにそれの子たち撮った適当な感じで撮られたあ適当な感じで撮られたんだでびっくりしたのが適当に感じで撮られたんでしょで俺が言ったわけで俺てっきりそばショーと二人で撮るのかなと思ったらなんかお前かやの外みたいな感じになってたからあれみたいなうん でそしたらなんかもうその、ね、明るい子が、うんは「来て来て来て」みたいな「うん、<laughs> 面白い!」っつって<よ>、うん、俺指さして「来て来て」っつって、はい、でなんか周りも「ごめん」<laughs> って笑ってるわけ、はい、おあ,あなんか <laughs> あそんなにネタ良かったのかなみたいなあ,<ー>あでもまあ嬉しいなありがたいなやっぱ芸人って笑われてっていうかその笑いを起こったのが一番 嬉しいじゃあ今日笑ってくれたんだ俺たちのネタでとかそれであ嬉しいなと思って「ちょっと来てちょっと来て」っつってで俺真ん中にさせられて「え携帯持って私の携帯で私たち写して」っつってで俺が「ああ分かりました」っつって携帯持ってでその一番明るい子とそのウィズその5人で写真撮ったウィズでまとめたその撮ったらその明るい子が床に転げ落ちて「 って笑い,、ね、笑い出してでその周りもそれにつられて「あっ無理無理無理マジ無理マジ無理 <laughs> 死ぬ死ぬ死ぬ,死ぬみたいな,なんかんか俺の写真撮っただけえ、うん、あこれってあのなんか嬉しくて面白かった芸人と撮りたいじゃなくて、うんうん、あっ国平しに あの面白いなみたいななんか見せ物みたいなんか見せ物笑わしてるじゃなくて笑われて笑われてあ国えあいつならまあんていうのかなあの晒しもんじゃないけど撮ってっつって俺写真撮っただけ普通にこう笑わせてるつもりもないんだ別にそうそう笑わすつもりもないね受ウケるウケる見て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 っつってその一番明るい声見て見てみんほらほらほらっつってでほかのウケるやべやべ無理無理もう無理みたいな あなんか俺あちょっっっと怖い怖いくななててきたかかもん最後の最後でこんななんかちょっとふわふわしたっていうかなんか嫌な気持ちになるんだと思って<笑>,笑われる芸人ってやっぱ笑われたら嬉しいけど<ー>笑われすぎるとちょっと嫌になるんだなと思って <laughs> ちょっと嫌になったんかい,おい、うん、ちょっと嫌になったなんかああなじゃ笑ってくれたからそりゃか どっかツイッターとかそのインスタグラムに開けてそのハッシュタグ気持ち悪いやつみたいな,なんかやらないかなみたいなそんな拡散の仕方されないなみたいな,いそ,んなこそんな拡散のこする目的で撮ってないよ絶対その子たちも本当に怖かったあの子たち一応最初からだけど俺見てたけど最初からお前の方向を見てギャラギャラ笑ってたから笑ってたよねで俺写真撮っただけよ普通にハイポーズカシャで、うん、無理無理腹ちぎれるとか言ってたんだ <laughs> 写真撮るだけで腹ちぎれることってないでしょ俺笑われてんのよ何かしら,からその子たちにしてはもうお前の顔面がハマったわけよね、うん、だろうなただなおかしいことになんでブーブーさんはハマらんかったのかってところもあるけどねーブーブーさんブーブーさんもハマってたでしょでも一応。うん、<あ>ブーブーさんもハマってたよねうんでも蕎麦賞にもそっけなかったんでしょうなんか俺は,、まあ、はな,なんだったら最後お疲れしたで帰るときにみんな全校生とわーってはけてってうんあ ついでに撮りましょうって言われましたからね。あつついいで、でに <laughs> <お>ちゃんとはっきり「<laughs> あこの人と撮ってないついでに撮りましょう」って言われたから、ね、あそ、うん、あ、撮りますーってなって、うん、だからちょっと怖いのよなんかええー。ありがたいよあなんか全然悪用しちゃっていいですからねいやほんとに2週間ぐらいこのガム噛み続けるだろうぐらいの笑い方してたから <laughs> 年だから冬休み入って年越して、うん、1>, あの1月8日とか。うん こ日とかにその、うん、なんかあーみんな久しぶりーみたいな、うん、あー冬休みだけど見てこの写真フルすっとくるくる三プケそこまで長持ちする傘 <laughs> の多分あらぎよりこいつき奇襲こいつ奇襲マジでみたいななんか言われてないかなって <laughs> な怖くなっちゃったそんな長持ちしないだろう絶対しないかな大丈夫かな 怖いわ。明日には消去されてるって絶対。じゃ、してくれてたらいいよ。<laughs> 大丈夫、クリスマスだから、これから。いや、でも。クリスマスの写真いっぱい撮られるから。あ、うん、あ、あなるほど。うん、消されるねまず。スクロールにはもう、スクロールしたら、クリスマスツリーとか、クリスマス文化の写真がいっぱいフォルダーに残るから、絶対。大丈夫かな。このクリスマス。上辿って言ったら。 空気の顔面があるからそうそうだからクリスマスツリーの一番てっぺんに加工された俺の顔があってゲロキモいゲロキモいみたいな何かか大丈夫かなでもそのでも一回さその女の子が iPhone だった場合ね iPhone だった場合一回消すじゃん一回消した後にこの削除されましたフォルダがあるじゃないあなたはこれ削除しましたよちょっと残っちゃうやつねそこをもう一回開いてその時にまた その俺の顔が出てきた時に、うん、もう <laughs> いおやもういこいつ,っも,やつもこんなに面白い気もさあるんだみたいななんかなってたら、ね、いやいやそんなことないですよ。よ面白かったんでしょ単純に。面白かったかな。良かったじゃないです。なんかだからネタの面白さとは違うなんか人間を笑われてる感じの <laughs>。<laughs> <laughs> まあ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 、まあ、それはねそれはそれで。 えー、マリエさんピンさんからツイキャスコメントで「えー、眠いし寒いしまたね」と「外で聞いてるんですか?」「<laughs> いや本当よ <laughs> 雪山で聞いてるんですかね」<laughs> だとしたら眠らんでくださいね起き <laughs> てくださいよいやほんとですよえっと、うん、円楽さんから「大城今日はよく喋るな何かに焦ってんの?」と「<laughs> いや,いや別にいやいや別にそんなね」い「もう女の子に写真撮ってもらったから、うん、ちょっともう完全に気分上がってる感じですよ」まあまあね エンジョイだよね。音楽は成り立つ。ミヒマル GT。懐かしい。で、ミヒマル GT じゃないでしょ。おお、ミヒマル GT じゃないかこれ。なんだんだこれ。届けたい胸の心踊るの人たち。あ、心踊ってる人たちだ。ごめんなさいね。燃えメンバーね。まあ、そうなんだ。燃えメンバーでしょ。あのあの方たち。えマチャさんから腹ちぎれるなと来てますね。まあ、腹ちぎれるぐらい受け。 やったたんだらもうそいいよねでも言ったらさ10年近くお笑い芸人やってるけど人をあんなに笑かしたの初めてよあそうなんだマックス超えちゃったねうんあそうまあだからそれが笑わしたのか笑われたのかがちょっと疑問いやもうそれはもうどっちでもいいじゃないですか笑ってくれたら全然本当に普通にじゃあ今後のお前の記憶にも残るんだ残った違う意味でね笑わくるんだじゃあんかお笑いの 総馬トでお前が知るときにお笑いやってた時のワングランプリとかバイアスロンとか初めてネタやったときとあの子が出てくるんだそうそう。うんねうん、北部のオリンココのあの子みたいな <laughs> え。ただ写真撮っただけなのにあんな床に転げ落ちないからあであやば腹ちぎれるとか笑われたのあれなんだったんだろうみたいな、えー、笑われてるんじゃないかなみたいなはまあ出るね。またやりたいですねじゃ高校行って。 あーでもあの子多卒業かなもしかしたら、うん、そうそう三年生だったあの子<う>、うん、卒業するのかなかあーでも街中で会いたいよね。 北部農林高校名護だけど南部八重瀬町こっちか立ちあった時に八重瀬町まで降りてくるからって何かでねドライブがてら降りてきた時に名護ですからねめったにだから名護行ってそういうお笑いライブって本当にないないですねもともとこういうのもいいですよねこんな感じやるのもやりたいねまたどっかの高校でマジで町田さんから今年のピークときてますけども。 でも受けたのが受けたのが受けたピあでもそうですね明日オリジンお笑いライブなんですけどあれ以上のお笑いは絶対取れないです正直頑張れやいやあれはオリジンライブ頑張れやだって10年やって一番受けたんだよあの明るいそかプーキーの芸歴の芸人人生の中で一番受けた明るい子ウィズ5人にあんなに受けたんだからもうすごいよまあウィズ5人はそこまでかもしれんけどもあんなにウケてた受けてた もうその床叩きながら「<laughs> <laughs> マジだマジだ」みたいな,なんか何がマジなんだろうみたいな何に対してマジって言ってるんだろうみたいな, <laughs> な何かしらこそこそ話でこそこそこそ話されてて一回あいつ呼ぼうぜみたいなあいつ呼んで写真撮ろうぜっつってほら見たことかみたいな <laughs> いめちゃくちゃいじられてる, <laughs> れてる <laughs> 多分これツハシンさんだったら怒ってるよあの笑い方以上やったふざけてるばってなるぐらいの笑われ方というかままあまあまあ、まあ えー、神奈川県在住の浜子さんより、はいえー「年始のラジオは5日金曜日からですか?と」とえー、多分うもう年始のこと気になってんだ浜子さんありがとうございますね一応そうですよね、うん、そうですねはいあの年始は1月の5日金曜日からスタートですね今日でもうラストですから、うん、今年僕たちはラストですけど来年はそのオリジナルアワーにしては一発目ですねそうですね、うん もうぜひなので、まあ金曜日から始まりますのでお願いします。ぜひその際もよろしくお願いします。はい。えええ。大洗スカンビンさんからこんばんはノリ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 ですね。うん。今日寒いからな。今日寒いから。寒いって。それはまあ回るよ。ストレスが回らなくなるから。あります。楽さんからその子のお父さんがビッグ開発なんじゃないと。だったらすごいな。だったら見せるよその子が。だったら教えてくれよ。ちょっと見てくださいこれうちのお父さんなんですけど。 そこで繋がりたかったよじゃあ、うん、ほんとよはいじゃあ一旦たん CM いきたいと思いますはい、はいえー、メールの方もお待ちしておりますのでよろしくお願いしますメールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.jp 全て小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp となっておりますそれでは一旦シー CM ですどうぞ We wish you a merry c h r i s t m a s h e a e y christmas ンドクライイ TV スタイルの道ボリューム原辰典うーんどうでしょう長嶋茂雄さんだなそれは12月28日木曜日19時会場19時半開演那覇市文化展物館にてチケット前より2000円個人スポンサーも大募集中お問い合わせは098866118オリジンコーポレーションまでぜひお越しください予約してますかセコムみたいに戻ってないな別にあと長嶋茂雄さんだなそれ。

さあごやどっこいのオリジンアワーの時間ですはいさあ本日が今年最後の ラジオでございます。そうですね。小屋どこかのね。はいはい。はい。あのツイキャスでコメント来てまして。広ろじ、えジひさんから。ありがとうございます。ありがとうございます。明日楽しみにしてます。期待してますよ。ああ、ありがとうございます。嬉しいですね。ライブ来ていただける、まあ、もしくは見ていただけるということですね。お願いします。沖縄大好きさんも来てますね。ありがとうございます。明日、そうですね。オリジンお笑いライブ起承転結がございまして今年最後。 そうですね、うんえー、那覇国際通り天仏館の4階で、えー、18時半会場、19時開園とチケット2000円となっておりますので、ぜひ皆さん、遊びに来てください、はい、お願いします、えー、今年で最後でもありますし、鉄筋ビビンバー。うん が卒業ライブとなっておりまはいで今回ねすごいねラインナップ豊富なんですよねあの先月やりましたオーディションライブオーディションで優勝した新人発掘ぼっちくんも今回出演するということで小学生ですねそうなんですよまた出ていただけるとねありがたいっすよねこの休みの日にまあまあそうなんだけどちょっと なあまあ言ってもねちょっとまあ、うん。 まあねちょっと新人発掘オーディションのメンバーとは違うからちょっとプロとの差を見せつけちゃう感じもちょっと申し訳ないよね墓地君に対してね僕たちのプロの実力完膚なきまでにお笑いを発揮する感じちょっと見せつけるのはちょっとかわいそうだけどお客さんもねそれを踏まえてああプロと小学生アマチュアなんだなっていうちょっと民ん 分けてというか、そこで見てほしいよね。言ってらあお前。言ってら。言ってら。言ってらって言ったら、ぼっちくんなんちゃら見せつけてとか言ってたけど、お前先月その合間集計タイムの時にお前ネタやった時、ぼっちくんのボケ引っ張り込んでただろ。そうそうそう。ネタ取りアドリブでね。いや受けましたよ。いやでも面白いんでね、本当にぼっちくんも。いや楽しみですよ。えぜひお願いします。はい、ぜひ皆さん。あまあ新ネタではないのかな。

十九日にまあご屋さん流れますし、なんかミーズさんが二月に公演があるっていうことで、その告知でもぜひみたいなことになってたんで、まあでもわからないけどそれが決まり次第もしかしたら二月とかに来るのかなって感じですね。でもちょっと早すぎるんで年末のお願いしますって僕は言いましたね。ああでもそれでもいいと思います。なんかうんそれでちょっと図に乗られても困るし、ミーズさんありがとうございます。はい。またよろしくお願いしますね。ありがとます。さあでは。 ここで差し入れの方もおいてます。あり,ありがたいですよ。えー、リスナーのシーゲーさんよりいただきました差し入れでございまーす。はい、えー。じゃあ僕の方から？うわマジで、ね！僕の方からは、はい、これはあのー、あっちパレット雲字の三回二回押し、うん、パレット雲字の二回の方で、えー、パン屋さんが取るパン屋さんがあってちょっとごめんなさい名前。 分からなかったんですけど、はい、おパン屋さんがありました、ね、そのパン屋で買ったメロンパンですありがとうございますわあ、いいですねありがとうございます僕が中学2年生の時に、うん、修学旅行でメロンパン食って食中毒でいけなかった時の思い出のメロンパンですいやそのそれと一緒のメロンパンではないけどな <laughs> そうですあ,ありがとうございます、うん、ちゃんとしげいさんからいただいた時にあのこれは大丈夫あの全然腐ってないからって言われましたいやいやいやメロンパンはほぼ腐ってない <laughs> こいつが珍しいんですよ <laughs> メロンパンで食あたりするこいつが珍しい方なんですかありがとうございますメロンパンいただきまーすこのメロンパンすごい変わってるというかはいちょっとチョコチョコのね普通のメロンの顔メロンの色に対してチョコソースというかそれを混ざったやつうんなんかブレンドされた感じですね,かかねいただきますうんどう…大丈夫大丈夫そうあ<ー>あ<れ>全然全然ああ<ー>うまー マジうまいいいっすわ、うん、いいね、うんまああのー、当時中2の時もこれ食べてから2時間後に腹痛きたんで、まあ、2時間後お楽しみです一応しげさんあの1月19日1九日には行ってんのかうん、うん、だから1月18日にもう1回そばしょうとプライベートでやってメロンパンあげてくださいね <laughs> あの石川行く前にちょっと1回くださいそれでマジで腹壊して行けなくなったらマジ面白いんでいやうん。<laughs> <や> マジ迷惑だわ一応マジ迷惑だな俺そういうとこあるからだいたい一応マジであるから楽しみにしてる時とかそれなんかどっかですごい大きい仕事あるよっていう時に限って俺なんか体調不良とかやっちゃうからマジでありそうだからやめてとださね。ありがとうございますメロンパンうまいこれ中にねチョコチップとかいろいろ入っててはい。でふわふわしてる食感がパンがああもうメロンパンで普通にね美味しそうですけど柔らかい 僕がねあのタコライスですプーキーの差し入れ、うん、タコライスがありがとうございますシーゲさん俺がタコライス好きで差し入れくださいって言ったのを伝わってくれたんじゃないと先週お誕生日、はい、プーキーがだったので、うん、それも兼ねてっていうことで誕生日「タコライスがいい,い,いんですいませんタコライスお願いします」って過去、はい、プーキーが適当にほざいてた。うん あ、適当にじゃないです本心でいってますはいそれを覚えてもらって覚えていただありがとうございますタコライスちゃんと買ってきたよとええマジですかありがたいなちゃんとねえマイタコさんのタコライスですねマイタコねあ知ってますうんさっき聞いたいえさっき聞いたんかいえ一応知ってるさっき聞いたからねあきれんなあプーキーが31はい31歳になってあ切れた いいですねタコライスいやタコライスマジで好きだからしかもね今日ね名護から名護あ朝9時に出発してはい名護でちょっとね営業して帰ってきてその間全く何も食ってなかったですもんねご飯もねいや本当にそうだからちょっとお菓子つまんだぐらいなんでちょっとタコライスをいただいてうわどっぷりソースかけるねあ好きですいいねすごいソースかけちゃうね辛くないか大丈夫か もうタコライスはソースを食べるもんですからああちょっとね何しようせんのお前そのソースに入ってたカップに、うんうん、あのこのタコライスをナチらせて、うん、見して見してちゃんとお前、うん、そのツイキャス画面ナチらせてナチらすって言うんだこれ、ね、<laughs> 分からんソースをつける、うん、ナチらせて,らしてディップスディップグウェイうー,わーうん、うん、ナビすっごスコですね <laughs> いやいや,いや違う違う全然違うから タコラああディップに引っ張られたごめんなさいディッツパーティーしてるかと引っ張られてたとしたらすごい出てきたなナビスコよう出てきたなあの仮想剣の女の人が出てきました仮想剣の女の人名前知らんからそれで呼んでんだ俺も俺もわかんないけどわからんからないや美味しいタコライス久々に食ったなうわあいいっすねタコライスこの時間のタコライスはいいですよありがとうございますシュさんマジでうまい マジで払ってたんですよ <laughs> ああ。めっちゃ喜んでくれた、うん。美味しい。ありがとうございます。ね、僕も事前にこれもらった時、あ、絶対あいつ喜びますよ、これって言ってたんですよ、うん。いや、マジ嬉しい、ちょうど払ってた。じゃ、メロンパンもありがとうございます。ありがとうございますいさん。ありがとうございます。うん、じゃ、もう今年最後ということで、うん、メールが結構来てるんですよ。 <あ>なんでちょっとはい読みましょうね。ありがとうございます。はいじゃあ行きます。あこれですねあのー、先週の放送で青葉さんからいただいたメールで、はい、これをねちょっとあの収録でちょっとあのー、触れますってことだったんですけど、はい、あやっぱりこの今日にしようかということで、うん、ちょっと青葉さんのメールいきたいと思います。ありがとうございます。えスーツとくどっこいのお二人こんばんは。こんばんは。んんはえー、新潟から青葉です。 リアタイで聞いていたんだけど、うんえー、さっきまで2人の冬支度の格好で笑ってたのに急にうなずきながら聞いてしまいましたそばしょうん、うんえー、さん私も実は転換持ちですああその前回話した時に僕は転換持ちですよ、うん、と、うんね、話した時のラジオですね、えー、あちこちで倒れたこともあったけど過去一番やばかったのは チャリ乗ってる最中に視界がおかしくなって倒れました危ないですね危な、えー、そのせいで運悪く道路の白いポールを壊しちゃって、うん、国のものであるため、うん、警察署でじ、えー、技術…えな、ー、何だっけ 供述書かを書をかされたたことがありました、うん、おいなんだよそれ、えー、体調のことを理由に書いて提出、はい、時は過ぎ、はい、警察署から聞き取り調査はしないという報告を受け、はい、無事いつもの日常を過ごせるようになったあーよかった,かった一応結果<ー>結果的には大丈夫だったってことねまあよかったとまあ、まあまあ、まあ、事件事件 敵にはならなかった,か、ね、かっ,たってことね当時ええー、固めのまぶたが腫れ上がった怪我をしたものフォローしてくれる人たちには感謝だね青葉さんからいただきましたうまそうですか青葉さんうわ、大変ね同じなんですね だって僕もね、ずっと前のラジオで話しましたけどそば翔が125乗っててバイクのねでそこで俺、バイク乗っててちょっとバイト先まで送ってっつってその時にちょっとまあいろいろあって体調が悪くて僕がそのずるってもうやばいもうあ視界見えんくなってきたってなってでバイク二欠しながら。本当に視界、もう 一回止めたもんなバイクないあだから信号でちょうど止まったんですよ赤信号で止まってでその時にあもうやばいもう一回寝るわって,なって、うん、そうてなんか急に「ブキ」「ブキ」っ <laughs> て大きな声で「<laughs> い<や>ブキ」「ブキ」ってで俺びっくりするからああえっ何つって、うん、やばい白い <laughs> 目の前が白いっつって <laughs> <laughs> ごめん一回降りるっつって <laughs> でねそれで降りていや,いや笑い事じゃないわホントにだからこれが運転中だったらとんでもなかったからねじゃあ俺だからその時にあ来たってなったか分かったかじゃ一回止めてなで救急車呼んでって言ってたでしょ、うん、俺その時何かいろいろたさ、喋ってたさてたなあれ全然聞こえてないわけ自分の中であ本当？そう。 全然聞こえてない状態まあそういうだからその転換持ちの人ってそういう症状それぞれあるとは思うけど俺はそういう感じだな、うん、もう自分の言ってることも聞こえなくなるし、えー、視界もどんどん狭くなっていくみたいな感じなそうそうで結果救急車を呼んで、まあ、別に事なきを得たというか、ね、いやでもね、うんうん、危ないですだか,だから自転車乗ってる時とかめっちゃ怖いっすよね,ねそうう乗り物乗ってる時とかうん、うんうん、だから青葉さんもチャリ乗りながらの時ね「危ないな」 一応はあの僕は免許取っていいですよって医者からも言われてるぐらいの、まあ、レベルがあってあ、はいはい、OK はされているんで、うん、年に何回この症状出たらダメですよみたいなのがあるわけよ細かく言うと、うん、なんかあれらしいねそのまた違った転換でなんか体調が悪いとかじゃなくて<ー>例えば、ね、ハ,イハイビームとかされた時に車の。うん でそれが目に入るさ<う>で目に入ってそれでもう転換発症するみたいな重症になるっていうでそれでサングラスを日中はかけてるっていう人俺知ってるよ、うん、あだからもう強い光を目に入れてしまったら転換症状がだから結構その人は重めの転換の方かもしれないねいろいろなこのレベルがあるから怖いんだよなこういう病気ってそうねいやもう本当に青葉さん気をつけてください今は、ね、全然 健康であればね何かちょっと対策できればねいいですよね。はい、はい、ありがとうございます,いますメールありがとうございます。一回ちょっともう一つあるんですけど、はい、ちょっとシーム行きますか。行きます長くなりそうなのでわ、うん、かりました。うんはい、さあそれでは残り後半戦メールの方もお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします、はい。それでは一旦シームですどうぞ。 A Merry Christmas from Merry Christmas. Friends. TV スタイルの道ボリューム原辰徳うんどうでしょう長嶋茂雄さんだなそれは12月28日木曜日19時会場19時半開演那覇市文化展物館にてチケット前より2000円個人スポンサーも大募集中お問い合わせは0988666118オリジンコーポレーションまでぜひお越しください予約してますかセコムみたいにもなってないな別にあと長嶋茂雄さんだなそれ。

ごえー、いはコメントいろいろ来ておりますが、はい、神奈川県在住の浜子さんから「今年のラスト感ないなあわらー」と「お笑いすかンピンさんから今日で今年最後ですか?」といろいろ最後でございまして最後ですね確かに今年最後の時のラジオって過去振り返らんといけんのかううんまあそうだね大体過去振り返ってんのか最後ってまあ今年1年何かありましたみたいな感じだけど まあ、うん振り返るまあでもいつも通りの俺たちそのお披露目した方がうん振り返らんって決めてるからなそううん本当来た道をね振り返ることはないからただ進むのみだもんねうん、うん、俺たちまあ 落としどころは分からんけどこの話のじゃダメだよダメか振り返って勉強した方がいいよそうだなちゃんと振り返れっていうなあの時ダメだったなって反省会した方がいいちゃんと足元見れ何か落ちてるよっていうなねありがとうございますそっかそうですねじゃメール行きましょうはいありがとうございますえそばしょうさんプーキーさんこんばんはこんばんは神奈川県在住の浜子です浜子さんありがとうございますえ先週はラジオ生放送ありがとうございましたいや本当ありがとうございましたえとても楽しい思い出になりました優しいでもいろいろいただきましたしねありがとうございます今年も もう年末に差し掛かってきましたので金曜オリジンアワー2023年放送回を聞き直してきました。えー、そこで 浜っ子が選ぶ面白かったフレーズまとめてきましたのでメールしてきました。面白かったフレーズ。そう、えー、覚えているフレーズとかあれば触れてくれると嬉しいです。カヨオりアワのパクリと思われるかもしれませんが、<ー>そこはリスペクトということでご了承ください。レジそんな感じしてるわ。えー、それではラジオを楽しみにしています。以上<ー>神奈川県在住の浜っ子でしたということでありがとうございます。めちゃくちゃパクったね。うん。いや俺たち唯一無二の芸人だからさ、うん、ちょっと。 これボツにするか <laughs> あのせっかく長文来てるんだけどボツにします濱っ子さんありがとうございましたえシャンシャンシャンということで今年はですね本当に <laughs> サンタさん迎えに来た <laughs> サンタさんとどの中に迎えに来た早めに今年一年皆さんありがとうございましたシャンシャンシャンシャ来年もねということで <laughs> あ俺まだいるけどお前先上がる感じ<笑><笑>あい先上がるんだちょっとそんなことできるんだうんまあまあじゃ行きましょうかいやいやいやだから今日は先,、えー、先週ね うん、いや言ってましたよだから僕も浜子さん、うん、もう同級生だから、はい、あの後ラジオ終わった後に久しぶりに同級生メンバーみんな集まって飲みに行こうぜみたいな、うんうん「じゃあメール送ったんだけど読んだあれは先次の週読んでね」って言われて、うん「あなんか目にチラって入ったけど」つって「ちょっとランキング形式でちょっととあることやりたいから」つって。 事をちょっとやってて…てしくいややもうそれ本気でっるからよこれで火曜折り合わに送ってるんだろうな一応これで送ってんかったら失礼だよまあまあまあでしょうか一応はじゃあいきましょうかランキングというかノミネートねまあ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  え僕が言った言葉ですね「すず先サーキーっぽい行動を示す言葉、うん、またそれをいじっている様っていうまあまあそうですね「先ってる」まあ先ってるいつ言ったこれ 1>, え1月の6日です1月6日今年の今年の,今年の初めぐらいですねうん一発目の一発目そうなんか先った行動をしたんだろうなサーキーが一発目の ラジオで明けましておめでとうございますのラジオだったとしたら多分その先行ってるなんて人をいじるような話してんだ <laughs> なんかなんかあったんだろうな <laughs> 何かしらあったと思いますえじゃあナンバーツ <はい S 2> ーえデブチンブサイクハゲジムが良いシャワー長男うんなんだろうこれこれはちょっと誰が言ったかわかんないですでナンバーツリーえちょっと待って待ってにそれにナンバーツーがなんかもうもうえあそのランキングじゃないよ <おー S 2> ノミネートの エントリーナンバー2ってこと。ナンバー2がデブチンブサイクハゲジムが良いシャワー長男っていうこれラジオ番組か本当に。本当よな。今のご時世でデブチンブサイクハゲこんなこんな人が嫌がる言葉言ってた。いや本当よマジで。いや絶対お前だろもこれ。いやそばしょうだろこれは。絶対そばしょうだよ。デブチンハゲだろ。 デブチンハゲブさいくジムカヨイシャワー長男っていう、うん、<laughs> シャワー長男ってなんだばや <laughs> シャワー長男ってなんだばやシャワー浴びたんだよだからまあ何かしらオーワングランプリで何かしらってこいつオーワングランプリで負けてすぐシャワー浴びるんですよみたいな話したんじゃない おーなのかな ?CD でシャワーだけ借りてこれ使えるよったんすよみたいな話したんじゃないかななのかなじゃあちょっと時間ないんでポンポンいきますね。3番「えー、歯並び汚い」えー「布袋寅泰アゴ」「人のスマホなめなめ男」「まあこれは僕が言ってます」「いやいや絶対そうだな、うん、うすごいなこのご時世に歯並び悪い汚い」「いやこれ俺の文句やしよお前布袋寅泰アゴ」顎 <laughs> で4番「集結しすぎだろお前」「生き生き鮮度コールドチェーン」「<laughs> 3月10日に」<laughs> 僕が言ってます。き切き鮮度コールドチェーン。ああ、このトラックで見るねっていう話ね。えでナンバー5。うん、え顔面下半身クチンポコ。えそばしょうが3月17日に行ってます。顔面下半身クチンポコ。 らしいです。マジでラジオ大丈夫か。だからよ、えー、ナンバー6がそばしょうの口よりダックスフンドのケツ。<laughs> うん、<laughs> あなんかあったんだろうな。あの話よやそのお前の口と傷するよりは<ー>ダックスフンドのアナルをかいたうがいいんじゃないですか。つ <laughs> れだ,だな。えー、7、えー、俺のバイク。 ボーン！あいつのバイクビーン！何それ？えごめんごめんこのその回面白かったかそれ面白かったから三月三十一日そばしょうがえ駐輪所のその隣人トラブルになったみたいななんか話からのやつらしいです。あああったな横俺が最初に止めてたのに急に違う人が止めに来てとかのやつなちょっと俺がぶなんかいなんか切れてたみたいななではえ八番えプルプルルプルルルガチャ ああもしもし何切るよあっこれはプーキーが言ってます、ね、だからそばうがネタ合わせの時にそのネタ合わせでちょっとピリピリしてるのを親お母さんお父さんに八つ当たりするっていうこいつ中二病かよっていう話ですねこれは <laughs> <や>えでナンバー9「公衆トラウマナイト」うん、あ,あなんか「お前がトラウマナイトに出てああそのね公衆トラウマナイト」みたいなことを言ったんだろうねちょっと待ってごめんごめん <laughs> ここまで俺の文句しか出てない <laughs> <laughs> そうだな 冷静にこの1年お前どんだけ俺に文句言うてんのでほんとよで浜っ子は解散しようごめんごめん解散解散しよう <laughs> これこうやってみたらもう解散だわこれだから浜っ子もなんか「行け行けもっと行けそばうに言え」って思ってるんだろうな でナンバーツー友達やめようヤサいつも妬み悲しみソネミ恨み瞳っていうねあまあそばしょうが言ってますこれはまあまあ何かこれはちょっとごめんなさい売れないです申し訳ないです初回のええやめてくださいもうもうねそれはねちょっとねもうもうやめましょうね誰が聞いてるかわかんないですからうんで十一はちょっと長いんで飛ばしますえで十二そんなことじゃ待ってここまで来ててそんなことあるじゃ待ってマジで飛ばすようなことあるじゃいきますえタロタロイモって何 えタロイモって何えー、初めて聞いたえん、ー、だろうタロイモってえん、ー、だろうね初めて食うやつをとりあえず今初めて食べてるんだえー、スティックとしてっていうそばしょうが5月12日に行ってますこれで飛ばしてよかったな、まあうん、飛ばしてよかっただろで12日わけわからんこと言ってるわ、えー、俺らは人を笑わかすことしかできんからな世界を変えたい、えー、9月1日にそばしょうが行ってます <laughs> で13<笑>、えー、お笑い BQ や でプーキーが言ってます9月15日に A 級 B 級グルメの話でそば翔のボケに対するツッコミああまあ俺がねああなんか言ったやつう,、ねはい、うまいこと掛け合わせて頑張って出したやつで14、えー、全然物足りないもきさんとケーキがないと満足できない <laughs> 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 これはああ初キスの話、ね、そうそうあのモーリー会であ南部会かモーリーさんがちょっと無茶ぶ振りしてファーストキスをもきさんとやったってやつですねああで15、えー、下地一平のオリジンアワー <laughs> これ10月13日ですね <laughs> まあこれは僕がね本当ちょっと頑張りたい癒着したいみたいな感じですねで16浮気相手とのセックスめちゃくちゃ気持ちよかったって話聞かされる俺の気持ち考えて。 1>, 1月17日俺が言ってますああ富城祭りで富城 <laughs> 祭りか富城、うん、祭りでブーブーさんと仕事やりやすかったとそば庄が言って、うん、その話を聞いて僕が発言したってやつですねあ,あります<あ>これはもう覚えてます,最近,です、ね、最近ですからマジでえで17、えー、でもこれだけは言わせて、はい、小学生の時大好きでした、えー、11月24日クッ、えー、キーが言ってます <laughs> まあこれはちょっとね初恋の相手に対してですね <laughs> はい、で、これがはまっこ的に91011が笑いました覚えてんわもう91011が9が公衆トラウマナイト10が妬みひがみ曽根み恨み瞳で11がタロイ持ってん何て初め聞いたえ だろうたらいもって何だろうね初めて食うやつをとりあえず今初めて食べてるんだスティックとしてっていう発言ですね何が面白かったそれに対してもう聞き直さんと分からんよその面白さ文字に起こされても表現できんて玉子さんぐらい5週聞いてないとわからんわ本当に何週もしないとないやありがたいいやでもありがとうございますまとめていただいていやもう時間ないやば今年1年でも本当ありましたけど うんありがとうございます。まあまた来年もねラジオ。えとエヌラクさんからそばしょうごろの人って来てる。あ浜子さんがねそうかもしれないね同級生でもありリスナーでもある浜子さんがいやね俺これねこの言ったね本人にもお前絶対そば小五六やってんだろうつってここまでなんか知っていろいろ聞いてるから本人はいやマジやってないっつってたんだけどちょっとまあ あいつですもう言い切っときますいやいやもう勝手に決めるな <laughs> あーもうごめんなさいもう時間ないんですけど、はい、もう本当に今年一年ありがとうございましたありがとうございましたまた来年ぜひよろしくお願いいたしますお願いいたします。本日のお相手はすっとこどっこいそばしょっとすっとこどっこいプーキでしたありがとうございましたまた次回お会いしましょう良いお年をまた来年ありがとうございました